はい、すいません。はい。OK です。よし、どっちか行こうかな。右か真ん中か左っす。真ん中さ、はい、ドライ辛くね。あ、ここ多分もともとドライ辛かった気がします。なんか右の方がまだね、まだ希望ありますよ。左はまずピンが分かんない。確かにない。鑑定ルートはないのかな、これ。なんか作れそうですけどね。うん、でもこっから見えるところにピンがないって結構危ういよね。危ういっすね。ちょっと真ん中の様子を見て、はい、多分右に行くと思う。直ときつくないですか。うん、右から上がっていく感じかなと。楽そうだけど、直とやってみます。やってる跡はあるの。この辺にも愛禅の跡がありますからね。ああ。やってる。まあでも意外とクラックはあるのか。クラックはね続いてんだけど、引きがどうなんだろうね。慣れてる人にはこれで安心なのかもしれないけど、俺には怖くて。先っちょしか入ってないってのが怖くてさ。確かに。いや、怖えな、それ。怖えよ、これ。死んじゃうんだよ、ほんと。足裏の感覚が全くないって結構怖いよ。あー、危険も動く。それやばいやつ。やばいやつ。やばいやつ。ドライのコンペでこういうの見るよね。見ますね。結構えぐいっすよね、それ。バコンってこれ剥がれたらやばいね。縫い輪剥がれたら、これ持ってかれんだろうな。カゴちゃんあれだよ。ロープを切るか。切らないかの選択を迫られる。いや、意外と左。いや、右だな。こっちはね、どうなのこれ。超奮闘的になる気がする。右にしよう。フリーならいけそうっすか。フリーならいける。うん、フリーなら多分クラックにジャムも効くかもしれない。ああ、じゃあいい感じですね。うん、ちょっと広めだけど。はい。言うてこっちもあんまり。よくはない。手がかりがないね。微妙。足が怖い。アイゼンのスラブ。いや、勘弁してほしいよね。滑る気しかしない。よし、このこいつはまだいけるか。チェックストーンが落っこちそうで、この落っこどす。トゥルトゥルじゃん。トゥルトゥル。登山道整備が始まった。クラックの掃除と。やめてくれ。落とさないでくれ。絶対にこのチムリーに沿ってタコちゃんの方行くもんね。ナイス。乗りまーす。
なんすか？スリングがクソなげえ。マジっすか？ここはちょっと嫌ですね。アクセルちょっといけないよね。はい。その右側のね、上の方にアクセル1箇所だけかかるんだけどね。はい。でもこの1箇所で足があんまり。そうだね、足頑張って。行き過ぎてる、この右に膝に乗ったり。うわ動くし。そう、そこ動くんだよ。よいしょ。その、でっかい岩もさ、はい、ちょっと怖くない？これっすよね、うん、これか。俺一回も見てない気がしますよ、根っこも回してんの。さっきしてました？いや、してないよ。ジャックの中そのまま右の方が安定してるよし、いけないぞ。ゆるそうで、どこまで行くかわかんないけど、どこまで行ったっけな。あの辺のボコボコしてる岩あるじゃないですか。ボコボコしてる、ボコボコ、上にくの字に暗くなってるとこあるじゃないですか。くの字に暗くて上の方の、なんか乗っかってるだけの岩みたいな、あれの真下ぐらいに終了点があるんですよ。そこで切ったはずで、あの辺をくの字めがけて上がっていくか、左のあのラインを上がっていくかって感じですね。まあ、あっちはもうただ階段みたいな感じで、こっちは行ったことないんですけど、以上に登られてる普通のルートですね。そこから牽制して見えるかな。背伸びすると見えるかな。どれですか？あちゃちゃち。嘘やろ。何やれてる。あれ、果たして本当に懸垂してんなのかどうかも怪しいっす。もうでもロープ、普通のクライミングロープじゃなさそうだしな、うん、あれそのユニクロっすか。んユニクロっすか。そう、なんかすごい暖かそう。結構いいよこれ。ちっちゃくなるんですか。うん、まあまあちっちゃくなる。へえ。幻冬でもいけるな。あ、いけるいける。マジっすか。幻冬の天白でこれやってた。今年も売ってるかな。私売ってます。売ってると思うよ。俺が買った時はね、はい、なんかいきなりセールが始まって、はい、1000いくら2000円しないぐらいで買えたんだよね。マジっすか。あのビッグなんだっけ、ブラックなんとかみたいなあるじゃないですか、セール。今アマゾンとかやってるやつ。あ、ブラックライデー。はい、あれなんなんですか。あれはアマゾンだっけ。うん、アメリカでもともとそういうセールがあったんだよ。へえ。あのアメリカ全体でやる、はいはい、が日本を真似して。いろんなユニクロもやってんのかな。結構いろんなところでやるよ。本当ですか。へえ、見てみよう。日本は真似が好きだもんね。何でもアメリカの真似するから。これにでもフードついてたらよかったんだけど。ああ確かに。そうか、フードついてないのか、うん、それがちょっと。薄いやつはフードついてんだけど。はい、あたかい飲む。いいんすか。うん、やった。左右っすか。うん、凍っちゃう。ありがたい。どっちか行った方がいいか。こっちか行った方がいいっすよね。ここ下に落とす気満々だな。相当落ちる。相当落ちますよね。いいっすよ。いい、やだっす。
はーい。グイグイ上がってきちゃう。もうそこにいますね。こっち行くかこっち行くかなんですけど、もうこっちはほぼほぼ階段なんで、うん、こっちの方が面白いかなとは思います。行っちゃうか。行っちゃいますか。バツッとグイグイ来てるし。すげえずっと独り言言っててさ、はい、え後ろの人がさ、うん、しかも何言ってかよくわかんない。チャグだけでいいですかね。一応60は全着俺もうないかもしれない。じゃあもうちょいやるくらいか。4本しかない。一応こんだけあれば途中結構でかいの浮いてたね、はい、浮いてましたよね、うん、あれ落っことしたらさ、あの加工ルートの下まで行くよね。全然行きますね。微妙。その上どうですか。その草付きあたり、そのまた左上あたりが引っかかりそう。あ、ここがすげえ効くんだよ。お、ただ下すぎるの。はい。うい。はい。二発目。俺の足で止まってる。よいしょ。ミニフレークが。綺麗に取れましたね。そんな感じしますね。でも左の方が面白そうだけど、すげえハングしてる。めっちゃハングしてますね。フリーならあっちの方が面白いな。ダメだ。オープン。
なるほどね。本当に一見しっかりしてそうな岩なのに。粘着4本だけ持ってこうかな。まさかあんな動くとは思わなかった一気に力かけなくてよかったよし、お願いします。上がってみます。クライミング要素的にはこっちの方が面白そうだナッシン。そっからフリーソロと変わらないんで水には落ちてこない俺にアイデンが刺さるよいしょ。ドライでいけます？あ、本当っすか？風めっちゃ寒いっす頑張れ、ういぃ、いや、めっちゃ冷たいっす。お疲れです。フリーズ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 で、熱線剥がされてますね。時期じゃないからかな。ですかね。